何してんだよ。ラジオ体操第2。なんだよそれ。じゃあ空見てた。だったらちゃんと空見ろよ。お前の母親元気？うん、元気。朝岡の記事、母親のことまで書いてよかったのかな。まあ書いたことで朝岡に同情する人間も出てくる。 100% 叩かれるよりはマシだろ。そうか。でもあの記事が世間に出れば朝岡由美は CM どころか引退だろうな。そうなるよな。でもさ、いくら理由があっても良くないことしてたのはあっちだし。そうだよ。それが俺らの仕事だ。そう思わねえとやってらんねえ仕事でもある。だからお前は早く班変えてもらった方がいい。俺みたいに麻痺する前にな。麻痺してんの？なんでそんな顔すんだよ。え？麻痺なんてしてねえだろ。お前はちゃんと優しい。ごめん。ごめんね。